こんな感じになります。八重です。結んでいきます。よろしくお願いします。75センチから80センチ測ります。クリップで留めて2周巻いていきますね。今回は最初にたくさん帯を残してます。その方が横幅が出てちょっとこなれた感じに見えます。ですが長い半幅帯じゃないと結べないかも。一回結びます。綺麗に半分折に折ります。そして結びます。3本が同じくらいの長さになるように調整します。上から結び目と帯の間に2回通します。横幅を出していきます。残りは中央に下ろします。形を整えます。回します。できました。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。